ネオアキラのレジェンド物語実況11回目から2020年シーズン始まります。ネオにとってプロ2年目となるシーズンは新人王を受賞することはできるのか。昨シーズンは阪神の近本がセリーグの新人王に輝き、パリーグはソフトバンクの高橋が受賞したわけ。ネオなんて一切候補に上がってなかったですね。そらそうでしょ、まとも一軍出場してない中、その上活躍もできてないんだからね、選ばれるわけがない。しかしこの2020年シーズン、ネオにとっての2年目シーズンは新人王資格がありですから、もう今年勝負ですね。これは確実に今年消えるものだと思うので、今年取れなければシリーズの目的である新人王を受賞できず、物語はバッドエンドで終わるわけ。そういうことにするわけにはいかないので、必ず物語はハッピーエンドで終わらせるべく、これから戦い始めていきますよ。まずは春季キャンプからのスタートになりますね。ここで肉体作りをしていかないと。1年目と比べたら現在能力も上がって多少なりとも強くなっているが、まだプロの平均は下回ってますからね。もうちょっと力つけないといい数字は残せへんな。で、この春季キャンプでは守備位置の変更ができるらしいですね。希望か。現在はネオはメインポジは遊撃手で、サブポジ含めたら外野手、あとセカンド、サードといろんなポジション守れるんですけども、どうする？いや、しないでしょ。だって遊撃手ネオアキラとして期待され取ったわけですからね、中日は。ほんでファンも期待している。そんなネオが2年目のキャンプでいきなりコンバートして別のポジション守る、期待外れもいいとこですよ。そんなことはしません。現在の中日の遊撃手、スタメンを守ってるのは強打ですよ。その強打から真正面にぶつかり、そしてスタメンを取って、その中新人王を目指すことに意味があると思いますので、はい、しないを選択しましょう。遊撃手として戦っていく。で、なんだ、キャンプでは特別な強化を行うことができます。投手は一部の弱点克服をすることができるらしいですね。投手は関係ないですからね。野手は得意コースを強化することができます。コースは内外高低の9分割で指定します。ただ逆側のコースが苦手になることがある。メリットもあればデメリットもあるってことね。なるほどね。その他投手と野手のどちらでも疲労回復力の強化を行うことができるとのことだ。いや、この場合疲労回復力は別にやらなくていいですから、得意なコースを強化していくことですね。現在のネオの得意なコースっていうのを確認することはちょっとできないのね。どうしようかな。これは一番打てるコースをなお得意にしておいた方がいいよね。俺はアウトコースを得意にしてるプレイヤーなので、アウトコースの高め、外角高めを、はい、得意ゾーンに設定して、この場合逆にインコースが苦手になるってことはないのかな。あ、ないらしいですね。必ずしも苦手になるっていうことではないんだね。 OK。 で、これは何の説明だ。キャンプの期間中は練習設定で設定中のメニューが実行されます。キャンプでの練習効果は大きいため、短期間で一気に成長するチャンスとなりますとのことだ。今設定してるのはとにかく打力を上げることですね。それをしてるので、このキャンプで、また打力を上げていく。もう特に変更はないです。対右ミート、特別打撃、これは対右対左パワー全部アップで、パワーをアップと、まあ、とにかく打力がないと新人王は取れないものなので、そこを重点的にやっていく。それでいいでしょうね。これのキャンプでどれだけ能力が上がるのかちょいと楽しみだね。一気に10近く上がってくれねえかな。今日でキャンプは終了だ。このキャンプの成果を感じる。おー、めちゃくちゃ上がってるんじゃない。対右ミートが一気に D の52で、対左も E の42、パワーも D の54、2とか3ずつくらい上がったかな。10とか上がればもっと良かったんですけど、さすがそれはね、何かやってると疑われるレベルですからね。上がりすぎたら逆にまずいことなので、これくらいで良かったんですね。現実的じゃないですか。なんかやっちゃダメですよネオくんね。そんなことやったらもう全ての人から叩かれますから、ネオ信者ゼロになるからね。で、今日は自由行動日。さて何をしようか。いや、もうこれは監督の媚び寄りですね。本当2年目シーズンこそは開幕1軍を絶対に勝ち取らないとダメなわけですから、与田監督に、はい、もう媚びを打って電話をかけて熱意を伝えることができたとのことだね。評価が上がった。これで開幕1軍ってなればいいんですけど、それはオープン戦の結果次第ですからね。今回の動画ではこのキャンプ、そしてオープン戦の戦いをプレイしていきます。で、このオープン戦の出場は3試合を提示されて、その中6安打以上、前年と全く同じか。毎試合マルチ安打打たないとダメな計算だからな。厳しいけどやるしかないんですよね。だからやりましょう。初戦は楽天戦ですね。その楽天のピッチャーは岸。いや、このオープン戦ね、例えば2軍ピッチャー
ッチャーが中心的に出てくるのであれば打てるチャンスはあるんですけども、前年からずっとこれ1軍のねエースが出てきてるんですよ、各球団の。それからお前3試合で6安打打てって、もうもはや罰ゲームやるかよお前よ。絶対無理っす。弱気なことばかり出てくるけども、やらないとダメなのでね。根尾昂は9番での出場だ。どうせなら1番2番で使ってくれよお前。打席の機会数が違うだろう。9番一番少ない打順ですからね。もう9番だと、まあ3打席は必ず回ってきますから、だからその3打席の中まずこの1試合目で2安打打たないといきなり厳しくなって開幕2軍が決まりますからね。それは絶対に避けねばならんぞ。ほんで今日コンディションがバチグーなのでね、能力も上がってることもあるし、今のネオなら騎士だって打てるんちゃうかな。スター候補として大きな期待を受ける黄金ルーキー、卓越した運動能力を誇り、ダイナミックを見せる守備とスケールの大きさを感じさせるバッティングが魅力。その魅力全くなかったけどね、1年目は。ここではあるのかな。さあ小池、いやもうベストピッチだね。普通にベストピッチはね、あの調整の舞台よ。そんな球投げないで。130キロとかでしょ、この時期の先発なんてね。もう普通に平均球速の144とか出てるじゃないですか。打たす気ねえな。甘い、どうだ、これはもう気、頑張るなよ。落としたっていいじゃない、ネオのため落とせよ。そこまでね、あのね、オープン戦だからね、公式戦に残しとけ、その守備。万が一怪我とかしたらどうすんねん、衝突したりね。分かってねえな。こんなとこで頑張ってもお前の評価には何も繋がらない。ネオには繋がるんでね。ネオのためぜひとも落としていただきたかったんですけど。で、このオープン戦言い忘れましたけども、打撃のみに集中したいと思いますのでね、守備走塁の方はプレイしません。あくまでも打撃、そして打撃で結果を残さないと開幕1軍がないんだから。ピッチャー変わってますね。オープン戦はもう先発は3イニングで交代する仕様ですから。2イニングかな、もっと早いかな。で2番手ね、この青山が出てきてるので、かなり絶不調、打ちやすい相手。これが先発だったらもう1安打打ってるんだろうね。フォアボールは何の意味もない結果ですからね、打つこと集中しましょう。評価されませんから。うわー、これ打ち損じる。メネセスがそうだ、楽天にいる。移り変わりもあるからね、このスタープレイヤーは。昨年オリックスだったやつが今楽天にいる。で、楽天で何か発覚するんじゃねえかと俺は若干恐れてるんですけどもね、今んとこ何も発覚してない世界らしいですね。いや、もう展開考えたらこれが最後でしょ。延長なんてないんだからね。8回表の2アウト、ここで1本でも出しておかなきゃ、残る2試合どちらでも3安打以上打たないと厳しくなってくるからね。昨年と全く同じ、能力は成長しても結果につながらんというね。うわ、もうクソボール振っちゃってるやん。これもメネセスが守るとこに打ってアウト。終わったね。この終わったねはいろんな意味がかかってるからね。試合が終わったね。開幕1軍なくなったね。終わったね。あと新人王もう取れないね。そういう意味のね、30くらいかかった終わったねやからね。最低でも1本出しておけば次の試合ちょっと荒くなったんですけどもね、そこで1本も打てなかった今日の根尾昂の出す結果振り返っていくと、3-0ですね。バットには当たるんです、当たるんです。この根尾昂はね、実際の根尾昂は三振しまくるけども、この根尾昂は当たるけど当たり方が最悪、全部打ち損ないというね。外野まで飛ばすわけでもなく、内野で全部取られる範囲で自身の足を生かすわけでもなく、当てない方がいいと言われるバッティングをしてるんですよね。オープン戦の目標6安打以上に対してここまでの成績は0安打。そもそも目標がおかしいわ。もっとオープン戦プレイさせてくれたらええやんね。10試合くらいプレイしてその選手の力っていうのが分かるのね。たった3試合で、その3試合でお前6安打以上打てとか使う気ないやん。だから前も言ったと思うけど、使う気ないんだったら無理してオープン戦出さんでええから。意味わからんやろね。まあ、ちょっと監督に対しての暴言が飛ぶね。お前ふざけるなよと首掴んでやろうかな。そんなことやったら反撃されて終わるんでしょうけどね。肩幅えげつない与田監督ですから。もしあない文句垂れてもね、次オリックス戦になりますから、ここで打とう。ここで3安打しないと次の試合でもっと厳しくなるからね。で、今日も9番でしょ。いや違う、今日は7番。なんで打順上げたんだ。最初からそうしてくれとったらよかったんですけどね。ほんで相手先発の注目、山本由伸ですよ。
えげつない怪物が今日どうやらオープン戦ネオアキラが出る試合に投げるらしいですね。だから言ったじゃん、パリーグのエースたち、まあもうセリーグとの対決もこの後あるのかどうか分かりませんけども、各球団のエースたちとなぜかオープン戦は対決することになるからね。なんでやねん、オープン戦ってもっと2軍とかさ 1.5 流くらいの選手を試すんじゃないの。そこで試してをね、本番で使えるかという、そういう見極めタイムだと思うんですけどね。全然見極める必要のないやつらを試すっていうね、ようわからんわほんまに。出てくるのは不満ばかりだね。もうええでその説明、恥ずかしいから。全然スケールの大きさとかダイナミックとか全然そんなワードネオ見てたら出てこないから、嘘情報流すな、全部嘘やないか。まあこんなん打てないでしょうね、山本由伸なんて。ああ、もうえげつない、えげつないトゥーシーム、えげつない投球にえげつないトゥーシーム、当てただけのクソみたいなバッティングでも内野安打になることだってある。よしよし、ええー、もうええー、こういう当たり損ないでもヒットになるのであればそれでいいんですよ。さっきの試合ではこういう当たり損ないがただアウトになるだけだったよね。ただ今回はまずヒットという結果を出した。もうピッチャー変わってますね。このピッチャーなんて言うんだったっけ、榊原だよね確か。プロ3年目の21歳。まあ、能力の割にはあんまいい成績叩き出せてないらしいですけどね。ほんで俺ここ最近プロスペースでこの選手当てたんだ、どうでもいい自慢だね。この選手とあとあの山岡当てたんだ、はい、そんな自慢いらへんからここで打たないと。榊原だね、はい、数字は大したことなくても能力が高いので打ちづらいと思うが、どうだ後藤俊太頑張るな。いやもうなんなのその最短ルートで向かうそのスピード、本番でやれって。間違えてるから。今オープン戦どれだけ張り切っていい守備見せてもね、それがいい評価にはつながらへんねん。もう全然調整の舞台感ねえわ、ガチガチやね、ガチガチなオープン戦。春先からみんなこんな飛ばしてたらお前ね、5月あたりひどいことになるよ。全チームぐったぐだの野球することになると思うけどね。エラー祭り、それでいて残塁祭り、一番最悪やで。はい、もう三振、早い早い早い、言ってるわけねえぞこんなんね。アウトコース得意にしたけど全然そこに来ねえし。はあ、第4打席目、もうこれも展開考えたらこれが最後ですからね。2安打打っておけば、まあ次の試合の打席次第、結果次第では可能性はあるからね。2安打打てばね、強い。ああ、変な取り方、よく取ったね。ボールから完全目線切ってたけどよく取れたね。なんでチームは結局同点に追いつかれるっていうね。最後又吉がやらかしたね。何しとんねん、球場冷え冷えやん。オリックスからしたらいい感じで同点に追いついたんだからね、もっと盛り上がってないとダメなはずなんですけど、なんでこんな冷え冷えなの。皆無やん、ファンが。誰も応援してない球団となってるよ。最後のね、投球したのは又吉ですよね。それが5失点して同点に追いつかれる。まあオープン戦の結果なんてもはやどうでもいいですからね、勝ち負けは。ただ又吉としては最悪なピッチングをしてしまっただろうね。でネオとしても結局打てたのは当たり損ないの打球が内野安打になっただけであって、ヒットも1本のみということで、次の試合が最後になり、そこで5安打記録しなければ開幕1軍はないわけ。そして開幕1軍じゃなければね、新人を取れる率っていうのはいきなりぐんと下がって 50% 未満になりますからね。これ重要なんですよ、開幕1軍か1軍じゃないかっていうのはね。なのにもかかわらず前年に続いて2軍スタートでもしも行くのであれば 50% 未満というね、確率からのスタートで、でそこのスタートからまたグダグダすれば新人王資格がなくなって物語はバッドエンドで終わるということになりそうやね。なんとか絞り出しましょう。ロッテ戦です。どうだ、同じ大阪桐蔭の藤原は出てんのかな今日のオープン戦。出てないですね。出したれや、オープン戦くらい。できれば藤原と顔合わせたかったんですけど、その顔合わせはないですね。最後の相手ピッチャーは種市。まあこれまで岸、山本という流れもあったんで、それと比較したら、レベルは落ちる投手かもしれんけど、どっちにしろ1軍級のピッチャーで打ちづらいことには変わりはないからね。ですからネオは今日も打順7番で入りますけども、この種市からまずファースト打席でヒット打たないと、それね、そこで凡退しちゃったらそれが意味すること何かわかる？お前開幕2軍やでってことやからね。あかんかん、ここでまず記録して2打席目に希望を託し、2打席目も打って3打席目にも希望を託す。とにかく1回でも凡退したら機械的に終わりですから、やろう。で今日は中日打線いっぱい打ってくれ。いいですね、初回から2点取ったことによって2回裏早くも打席が回ってきた。
回の頭のバッターとしてね。もうえっちゅうねんその説明恥ずかしいからやめろ本当に。晒し上げやないかこんな。やめてくれよネオのために。悲しい顔しとるやろ。あー今アウトコース得意なゾーン来たんだけどね。まあただこういうベストピッチの球はやっぱ打てんよ。これはどうだ、これはよし、角中の前に落ちた、イエース。まあ一本打ってアピールできた。さあさあこれで希望は次につながったわけですからね。ただその次また凡退したら意味ないですから。そうそう打て打て打て。おら3回にしてもう2打席目だからチームが頑張ってくれているネオをなんか開幕1軍に立たそうとしている。ありがたい。ならばその期待に応えようよ。ここで打てよ。ここで打てばチャンスは出てくる。これは流して、はいはいはい、ゲッツーという一番最悪な結果。はい開幕2軍一気帰れ。2年連続決まったね。ただの凡退ならまだしもゲッツーだもんね。凡退の内容があかんすぎる。みんな察したわ。ちょっとは期待していたネオ信者すらも手のひら返してお前2軍行けよってお前って言われてるよ。不適切やな。与田監督が怒る理由もわかるよ、そんなお前なんて言われたらね。第3打席目6回もうしゃあないですから、もうちょっと一発狙いましょうよ。大きな結果をね。開幕2軍スタートになってもオープン戦で評価を積み重ねておけばすぐさま昇格テストが来ますからね。昇格テストというかもうすぐ昇格できるパターンもありますから。なので、はい、そのためにここで打つ。大きな結果を求めよう。大きな結果を求めた結果完全な打ち損じで鈴木大地取られる。ああまだいたんだね。てっきり FA でどっか行くかなと思ったんだけど、このスタープレイヤーで FA で移籍したのは今宮だけですね。ソフトバンクから西武になんで西武だよ。現代いるのなんで西武は取ったし、でなんで今宮も行ったし、なんでソフトバンク流出阻止できなかったしといろんなツッコミあるんですけどね。まあ、それだけですから鈴木大地はどうやらいるらしい。これロッテファンが求めてる世界やね。実際に起こるかな、どうだろうね。コンフの目玉ですから巨人あたりが取っちゃうかもしれないね。その辺楽しみだよ。はいズバッと三振。はい力のなさを痛感しました。やはり2年目シーズンも、この先は言わないかな。言っちゃったらもうそこで物語が終わるので、まあ、とにかくこういう結果になりました。オープン戦2安打に終わったんでよ。与田監督から2軍スタートを言い渡された。もうその顔やめろ。どういう表情やねんその半笑いのやつね。与田もお前もだよ何なんだよこの2人の時間、気持ち悪い顔してるわ。でまたね奈良原コーチが巡回してくれるらしいですね。もう実際の奈良原さんは退団しちゃいましたけどもねまだいるんだ。でまた根尾くんについて回るんだね。相当期待されてるらしいですね。ですからまずはこの奈良原おじいちゃんの評価を上げて1軍昇格チケットを勝ち取ること、それがいつになるかだね。昨シーズンは5月の中盤あたり、いやもう終盤だったかな、終わりかけくらいに上がったんですけども、今年こうなった以上はもうすぐさまもう4月の中旬くらいに上がっておかないと、これまた新人王の資格取れる率っていうのがぐんとね難しくなりますから、ですからもうこういう自由行動日はまた前年に続いて奈良原おじいちゃんと練習です。いいアピールになった。孫ともうおじいちゃんの関係性だよね。休日遊んでるじゃねえかよ。いいのかこれで。でもこれ遊んでたらね、2軍から脱出できますから遊びましょう。休日はこのようにね。シーズン開幕当日を迎えるもオープン戦で首脳陣の心をつかめなかったネオ、開幕2軍スタートとなったが彼の巻き返しはここから始まる。あれこのセリフ昨年も聞いたな、同じ時期に聞いたな。二度聞きたくなかったですね。一度きりが良かったんですけど、まあオープン戦の結果がこれですからこのセリフを二度聞くこの環境も仕方なしって感じ。これでネオアキラのレジェンド物語実況11回目は淡白に終了ということになり、そして12回目の次回からですね2年目の公式戦シーズンを始めていきます。2軍スタートになった以上は先ほどから言ってる通りすぐさまアピールをしてもう2軍でやるべきことなんて何も残ってねえよと、早く1軍上げろよというのをですねバットで結果を残してアピールできるように物語を進めていきますのでね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回動画お楽しみにね。グググググバイマターボー。